店舗の例鶴型支店株式会社トマト銀行は、岡山県岡山市に本店を置く、第二地方銀行。コーポレートスローガンは、人間大好き。なお、アメリカのトマトバンク及び、韓国のトマト貯蓄銀行とは全く関係ない。旧三洋総合銀行を前身とする、県内唯一の第二地方銀行で、岡山県における、第二の銀行としての性格を有する。 1931年、倉敷市川西町に倉敷無人として創業し、1989年に山陽総合銀行から普通銀行に転換して、現在の称号となった。称号は世界中で愛され、庶民的で認知度の高いトマトが転換後に目指す新しい銀行のイメージと一致したことに由来するもので、シンボルマークもトマトをモチーフとしたものとなる。 当時の銀行名称としては斬新であったため、流行語大賞の候補に挙げられたり、トマト加工業国内最大手のカゴメが新規に口座を開設したりと話題にもなった。地元金融機関としては、地方銀行の中国銀行が圧倒的なシェアを有する岡山県内において、企業がメインバンクとする銀行は、首位が中国銀行の11,248社、時点が 岡山信用金庫の2485社であり、トマト銀行は3位の2473社である。一時期、バブル経済破綻の不良再建により経営が危ぶまれていたが、現在は安定している様子。2014年7月、営業部が入る本棟と住宅ローンセンター棟の2棟からなる、倉敷営業部を開設した。150人を収容できる。 多目的ホールも設置し、創業地である倉敷市でのプレゼンスを高めるとしている。岡山県をホームタウンとする J リーグクラブであるファジアーの岡山のスポンサーであり、一般通帳とは別に同クラブチームのイメージカラーとロゴエンブレムをデザインした通帳を及びキャッシュカードを希望者向けに発行している。トマト銀行への称号変更と同時にマスコットキャラクターの特訓を制定。 特訓のイラスト入り通帳は発行開始当日に初版の3万冊をすべて配布し終え、直ちに増刷された。本店所在地である岡山県を基盤として林県にも一部展開しており、店舗数は岡山県53店舗、兵庫県4店舗、広島県、大阪府、東京都、インターネットに各1店舗の計61店舗である。また、 香川県の第日銀である香川銀行は岡山県内にも複数の店舗があるが、その逆であるトマト銀の店舗は香川県に存在しない。かつては高松支店が置かれており、瀬戸大橋開通を翌年に控えバブル景気に湧いていた1987年4月に開店したが、年数の経過とともに高松と岡山をまたいだ顧客ニーズが減少したため、 2001年1月4日に小島支店へ統合された。ただし、トマト金のテレビコマーシャルは、両県が同一の放送エリアとなっている関係で、香川県でも同様に放映されている。2008年6月2日より、岡山県内に本店を置く金融機関のうち、東高と中国銀行、岡山県下全信用金庫及び、 カサオカ信用組合の合わせて10金融機関における ATMCD 総合出金利用手数料無料提携を行っている。地方銀行の広島銀行とも個別に平日8時45分から18時の出金は手数料が総合無料取扱いとなる。神田間川橋郵便局、大阪新町郵便局、郵ょ銀行高松店の郵ょ銀行 ATM では 平日8時45分18時、土曜日9時14時の入出金は手数料が無料。それ以外のゆうちょ銀行 ATM では要手数料。セブン銀行、イオン銀行との提携により ATM 利用の際には入出金時、時間帯別ごとに設定された手数料が徴収される。三角しない信用組合は民族系の超銀西信用組合。岡山県。 香川県内にある中国銀行管理の e ネット ATM、ローソン ATM は手数料無料取扱いの対象外。広島県、山口県内にある広島銀行管理の e ネット ATM、ローソン ATM は手数料無料取扱いの対象外。ありがとうございます。